皆様こんにちは。今日はハイドパークから始まります。だんだん明るくなる時間も早くなってきて、朝散歩しててもすごく気持ちがいいです。馬もたくさんいます。また前も紹介したザ・マガジンに来ました。プリツカー賞を取ったザハ・ハディドの建築で、最終的には建設はされなかったんですけども、新国立競技場のデザインを手掛けた建築家です。いろんなところで犬が放し飼いにされてて、今日もリスを追っかけたり、犬たちが忙しそうでした。ケンジントンストリートにあるジャパンハウスに来ました。空間設計はインテリアデザイナーの片山正道さんが手掛けています。飛騨高山のカーペンターズラインっていう展示がやっていて、金具を使わない組木がこちらでもすごい人気です。ギャラリーだったり、シアターとかショップ、レストランとかがある複合的な文化だったり、商業施設です。その後はロンドンのデザインミュージアムに来ました。コンランショップでもおなじみのテレンス・コンランさんが創設者です。常設展のタイトルはデザイナー、メーカー、ユーザーっていうタイトルなんですけども、20世紀以降のモダンデザインの発展の歴史を見ていく展示です。ロンドンの地下鉄のマップのデザインだったり、大手メーカーのロゴの歴史だったり、あとこうやってプロダクトデザインがプロダクトになっていくまで、プロトタイプみたいなのも飾ってあります。大学がプロダクトデザインの研究室だったので、すごくなんかワクワクしました。建物も素敵ですし、なんか仕事もできそうな吹き抜けの建物なので、ぜひぜひロンドンに来た際は行ってほしいです。大学はだんだん最近忙しくなってきて、夜までみんなこうやって課題をやってます。コールドロップスヤードっていうところで、19世紀には石炭の置き場として使われていました。ロイヤルオペラハウスはロンドンのコベントガーデンにあるんですけども、ザ・ロイヤルバレー、ザ・ロイヤルオペラ、それからロイヤルオペラハウスオーケストラの活動拠点になっている建物です。この橋がブリッジオブアスピレーションっていうんですけども、願望の橋みたいな意味なんですけども、このレンガ造りのものがスクールで、白い建物がロイヤルオペラハウスなので、一人前になったバレリーナがこの渡り廊下を使ってロイヤルオペラに行くっていう、すごい夢のある橋です。バーは入れて、こうやって外見たりしながら、お茶とかお酒とか飲んで、みんな開演まで待っています。誰でも入れるので、私も入って普通にちょっと飲んでました。夜ご飯はセブンダイヤルズマーケットってところに来て、フードコートみたいにいろんなものが食べれます。この近くに放射状に伸びた7つの道があって、その近くはセブンダイヤルズって呼ばれてます。とことこピカデリーまで歩いて帰りました。地下鉄の歴史は実は19世紀のロンドンから始まっていて、最初は蒸気機関車だったそうです。パディントン駅からファリントン駅っていう今のサークル線の一部だったそうです。私もチャイナ来てきました。最後は友達の誕生日を祝って、もうすぐニューイヤーもあったので、コリアンバーベキューを食べに行きました。皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございますは結構終わってますけども、今年もよろしくお願いします。今日は最近のお仕事と、今年のもう中旬差し掛かってますけど、今年の抱負を話せたらなと思っています。最近の仕事なんですけども、ニューイヤーが始まりましたね。中国も昨日ちょっと友達の誕生日でチャイナタウンに行ったんですけど、土曜日から、今週の土曜日なんで、あさってから中国の新年ということで、人がたくさんいて、日本のそれこそ大晦日みたいな、大晦日はもう混んでないのかな、あれなんかあれ日本の大晦日みたいな、みんなすごい買い出しとかですっごい混んでました。で、新年つながりで1個最近したお仕事が新年っぽいものだったので、1個だけご紹介すると、このエポイさんっていう、洗濯機が終わったエポイさんっていう日本の職人が作ってる革小物のメーカーがあるんですけども、アジオカさんっていうところで、もう100年以上にわたって革小物を作ってる
会社さんのエポイっていうブランドなんですけども、それからっていう意味を意味だそうですよ。何語だったかな。で、新年っていうことで幸運を呼ぶようなものがいいなと思って4種類お財布を作りました。作りましたというか、こういうイラストを載せたいって言って載せていただきました。で、うさぎが書いてあるものと鳥が書いてあるものです。うさぎの方は春っぽい、うさぎって春っぽいなっていう印象があったので、1個はピンクで、もう1個は今年のラッキーカラーが緑だそうなので緑にしました。うさぎの方は2羽が一生懸命走ってます。で、一生懸命走って頑張ったからいっぱい人参が取れたっていうふうなストーリーにしています。で、もう1個はこの幸運を呼んでくれるような青い鳥を描きました。あのリボンでだらーっと引き立てエポイって書いてあります。エポイと一緒に幸運を運んでくれるような感じを出してみました。愛だったり幸運だったりもあります。で、これパカッと開けるとここにも四つ葉のクローバーがあります。お店には4店舗に置いてるんですけど、本店と新丸ビルとあとグランドフロント梅田と、あとこれが実店舗で、あと1個はオンラインで売ってます。で、新年のモチーフなので、あの2月の末までになります。手に取ってみてください。そんなところでしょうか。私のお気に入りのポットでございます。最近の、あ、先じゃないや、今年の、今年の抱負なんですけども、3つありまして、あの、1つ目はフランス語を頑張ろうと思います。もちろん仕事では英語が多いんですけども、私はフランスの企業とお仕事させていただくことがなんか多いなっていう印象で、ヘッドオフィスの人とかはもちろん英語でいいんですけども、工場とか見せてもらうこともあって、それがすごく嬉しくて、ああフランスで作ってるんだもんねって思って、あのすごく好きなんですけど、やっぱそういう時にフランス語が喋れたらもっと聞きたいことを聞けるかもしれないし、自分が反対の立場だったら拙なくても、あの日本語をちょっと喋ってくれた時に、あーなんか準備してきてくれたんだなっていうのが思うと思うので、そういう風に頑張りたいなと思います。なので今チューターをつけて週に1回勉強してるのと、あと毎日ポッドキャストを聞いてるのと、通学時間とかに、あとはデルフダルフっていう試験があるんですけども、フランス語の技能を測る、それを受験すると、なんかそういう目標があると結構頑張れる方なので、テストを受けてみようかなと思います。なんかそれもあったんですけど、大学の時に1年間だけソルボンヌってとこに留学をしてて、その時はもう必死でもうやんなきゃみたいな頑張って詰め込んでたんですけど、やっぱ使わないとすっごく忘れちゃって、何にも覚えてないくらいになっちゃって、お仕事でパリ行った時にタクシー乗って、で、いつも通り英語でパッて喋ったら、あ、僕はフランス語しか喋らないよって言われて、あ、私喋れないんですってフランス語で拙く言ったら、でも喋れないですって言ってるってことはもう分かってるよって言ってくれて、あーで、なんかその写真が大きいの飾ってあったから、多分家族なんですけど、ご家族みんな美男美女ですねって、これも拙いフランス語で言ったら、なんか盛り上がっちゃって、おじさんが、ドライバーさんが、で、そこからもう拙い記憶を頼りに、これかわいいみたいな感じで、それなんかあの拙すぎるフランス語ででも喋ってたんですけど、なんかそのなんて言うんだろう、今英語がなんとなく頑張れてきてるところで、この最初の頃のもどかしいけど一個伝わっただけで嬉しいみたいな気持ちがすごく新鮮だったので、フランス語は今年頑張ろうと思います。1個目は運動をやっぱり頑張っていこうと思います。引き続き今日本じゃない、ロンドンはホリデーも終わったし、
ニューイヤーもないし、クリスマスもないし、イヤーエンドもないし、お祭りが終わったってところなんですね。で、日が昇るのが早くなってきたんで、明るくなる時間は早くなったんですけど、やっぱりあの、なんて言うんですか？今はもう寒いと暗いしかないみたいな感じなんですね。そんなことないかな。なので、自分のメンタルのためにも、引き続き運動は頑張っていきたいなと思います。あと、すごくこの生活をしてて思うのが、やっぱ頑張っても報われないことってあるし、努力した分が必ず返ってくるとも思わないし、幸運がいつでもいいタイミングでパッて現れるわけでもないし、何かチャンスが出た時につかめるだけの体力というか気持ちというか準備はしてるけども、仕事とかプライベートとか必ずしもいつもうまくいくわけではないなっていうのが、まあどこにいてもそうなんですけど、強く最近思っていて、でもなんか運動は違うみたいな感じがしてて、頑張った分だけ体が応えてくれるし、積み重ねてきたものがある日ふと今までよりも速く走れたり、今までよりも高く飛べたり、なんか積み重ねが嘘をつかないものって運動だなっていうのがすごく最近思ったんですね。なので運動は心のためにも体のためにも続けたいなと思ってます。で、3つ目は多分これが一番大事にしなきゃいけないことなんですけど、イラストレーターとしてちゃんと走ることを目標にしたいなと思ってます。どういうことかっていうと、村上春樹さんの書いた走ることについて語るとき僕の語ることっていう、高校生の時に読んだんですけど、その中で一番印象に残っているのが、それでも歩かなかったっていう、そこの一節がすごく頭に残っててしっくりきて、私は小学校の頃にオーストラリアにホームステイに行って、そこからなんかパッとなんかバシンって頭叩かれたように、あ、世界ってもしかして広いんじゃないみたいなとか、ただの言葉なのに通じないってすごく悔しいなとか思って、なんかいろんなことがとりあえず衝撃で、そこから自分でも走ってるっていう感覚がすごくあって、なんか止まっちゃいけない、何か退屈というか慣れちゃった日常があっても止まっちゃいけない、留学したい、どこどこ行きたい、絶対これやりたいみたいなのがずっと続いてて、その遅くなっちゃっても歩かなかったっていうのがすごくしっくりきてるんですけど、最近こっちに来てなんか純粋にクライアントワークもすごい好きだし、お題を与えられたものに対してブランドさんのこととかすごいディグって、あ、こういう歴史があるんだとかディグって、こういうエッセンスを入れてみて、あと自分も自分で最近やりたかった貯めてたアイデアをちょっと入れてみて、でこれでどうですかって言って当たった時の嬉しさもあるし、素直に人と人そのやり取りするのが好きだし、なんでずっとフリーランスでイラストはやってるんですけど、それももちろん好きなんですけど、ロンドンに来てヨーロッパをいろいろ旅していく中で、まあ、もちろんアフリカとかも行きましたけど、なんか純粋に子どもの頃に早く家帰って絵描きたいとか、電車の中で描き始めちゃったりとか、授業中描き始めちゃったりとか、なんかそういう純粋な絵描きたいっていう気持ちがあるのと、なんかそういう時って大体自分は焦ってるんですね、描いとかなきゃみたいな、なんかその気持ちが毎日起こるような感じがあるから、それを自分のオリジナルのグッズに入れるのかどうするのか分かんないけど、何かしらこのエネルギーを落とし込みたいなと思ってます。かなそんなところです。皆さんにもいい一年になりますように祈っております。なんか一茂もよろしくお願いします。